まあ、これを見て、まあ、タイプの人が見てですね、どう活かせばいいんですかね。これを見てっていうと、今こういう動画、タイプの動画を見て、はいはい、自己理解、自己理解か、はい、職業選択、職業選択、はい、なのか達観なのか、あ、まあ、自分ってこういうのはもうしょうがないねって思う。まあ、なんかいろいろあるとは思いますけどね。教授なんか活かしてますか。活かしてないですよ。まあ、これはこれな感じ。これはこれな感じ。まあ、対人、生かすとすれば対人には使えるかもしれないですけどね。あ、やっぱり対人、そうですね。うん、まあ、この人はこういうこと言ったら怒りそうとか、あるじゃないですか。はい、はい、はい。まあ、ソシオニクスの、オーバーザシーさんのところで、はい、ソシオニクスのタイプ診断をやってみたんですけど、はい、IEE、はい、ニアイコール ENFP となってですね、はい、なんとなく最近は、ああ、なんかこの辺に、希少種になりたいわけじゃなくて、はい、なんかこの辺でもがいてるのかなと思ってます。意味があると思ってます。はい、はい。意味があって求める誰かがいると思ってます。はい。はい、それがいいのか悪いのかですよね。エニアグラムだと悪いって言うじゃないですか。とらわれだって言われるわけじゃないですか。それがとらわれだって。あ、そうですね。はい、そこにはまるのはね。手放すところからスタートだみたいな。本当は何にでもなれるんですからね。何にでもなれる。はい。なれませんよね。だって論理的に考えようなんて、あ、まあ思うけど、はい、結局僕はプラモデルが作れないんですよ。作れないことはないですよ。途中で飽きてくるんですよ。もう飽きるって話ですよね。はい。そこ金が積まれてたら作るじゃないですか。100万円だったら。ああ、はい、なるほど。はい。ちょっと分かんなくなってきました。さくらさんがね、NF を発揮している人がいますと。市場メーカーでイベントを開催し、観光客をうまく誘致していますよと。もともと酒造りの職人で入ったのですが、営業に配属されたようですと。まあ、外交ですからね。NF。外交ですよ。外交って何ですか？外交構想の外交ですよ。戦略戦術兵団外交じゃないですか。はい。の外交って話ですよね。だからこう、なんか企画してこういうことやると面白そうですよって誰かに提案するんじゃないですか。外交なので、そう引っ張ってくるみたいな、あなたとこのイベントの相性がいいから一緒にやりましょうよみたいな感じじゃないですかっていう。外交構想じゃないですか。これをやるとあなたも得しますよみたいな。ごめんなさい、なんか。はい。職業ってもう僕今50なんですよね。はい。なかなかね、もう多分僕を取ろうなんていう企業はね、もうないですよ。まあその入ろうとするとないですよね。でもこういうのって、まあ、イベントを開催してこういうことやるとこの業界盛り上がるんじゃないかっていう企画を提案していろんな人を巻き込んでいくって話ですよね。今のその言葉を、はい、ちょっと今日の帰りに、はい、頭の中で反芻しようと思います。はい。なんか、死ぬまで仕事したいじゃないですか。はい。働くって人から必要とされるってことですもんね。まあ、仕事が、ですね。そうですもんね。はい。はい、性格論は、同義語、反復みたいなところがあるので、何に役立ったかを考えるのは難しいが、頭の整理にはなりそうと。なんとなくわかります。すいません、なんか寡黙な僕が急に出てきそうですが、はい、ちょっと何かとやりたい仕事をやってみたいですよね。なんか岡田敏夫さんのプチクリっていうのが、はい、誰でもみんなプチクリエイターになろうみたいな、はい、自分が好きなことを表現する、はい、それはプチクリエイターですと。はい。なんか、それを、はい。もう今これはもう僕は仕事だと思っているので、はい。なんか、プチクリ、はい。何もです。すいません。なんか、好きなことができるといいですよね、本当に。はい、で、まあ、外交が向いてるんじゃないかって話ですよね。多分、そう、外交の方が向いてるんじゃないかって話ですよ。NF。僕は今何をやろうとしている？これ配信してるだけじゃないですか。はい。
企画して配信してるだけなんで、外交はしてないわけじゃないですか。これを今度は売り込むってこと？売り込んだりとか、いろんなところに行って、M8 どうですかみたいなのとか。M8 そろそろ売らないといけないですよね。みたいな、まあ、交渉。僕、まずね、ノートかなと思ってるんですよ。はい。ノートでカーシーローを。それって、はい、外交ではないって話ですよ。それは僕も思いますよ。はい。SEO 取れるので、再生数伸ばすって言ったら、まあ、戦略とか戦術とかって話じゃないですか。でも、まあ、やらなきゃなと思っていて、はい、今、それを。はい。で、だけど、まあ、二等兵のタイプ的には、そこじゃなくて外交ですよね、みたいな話じゃないですか。でしょうね。はい。岡田斗司夫さんの、はい。クリエイター論。はい。で、岡田斗司夫さんは、その、誰でもクリエイターになれるっていうんですね。はい。プチクリ、本によると。はい、で、その才能の見つけ方としては、好きっていう気持ちだと。はい。わかります。で、それが分かった時点で、はい、もうそれは才能だよっていうんですね。はいはい。で、その好きを発信すること。はい。その時点でもうクリエイターだっていうんですよ。はい。あなたにも好きはあるでしょって。うん、で、もしかしたら今、これがうまく言ってないって言わないんですけど、はい。あの、好きなことを、はい。やる方が、はい。人は見てくれるって言うんですよ。はい。まあ、僕はこの人前で喋るのは好きなので、はい、やってるなとは思うんですけど、はい、好きを喋ってるかって言われると、はい、そこは微妙なとこかもしれない。はい。はい。あと、もしかこれで、好きなものを語っている、はい、ガンダム、プリキュア、はい、いやって思うんですよ。多分そこじゃない気はするんですよ。そうなんですよね。そこじゃない気もするんですよ。はい、そうなんですよ。まあ、人と話してるのが好きなことであって。ああ、そうなんでしょうね。こうなんかプリキュラを話すみたいなのが好きなことではないと思います。はい。はい、そこは整理しないといけないですね。だからこう外交、いろんなところに行って、いろんな人と話をして、それ面白そうみたいな感じで乗させるみたいなとこじゃないですか。呼ばれるのか呼ぶのか、アドボケイトは。なるほど。はい、確かに。ブログやノートは内向の分野ですね。でもまあ、初めは、あの、家内製紙工業でね、はい、やらないととは思ってます。ガンダムやプリキュアのキャラタイプ分類して掘り下げるとか、クリエイティブじゃないですか。はい、でも多分それは、僕のやりたいことじゃないって話ですね。多分そういうことなんですよ。なんかの会話の時に、あ、プリキュアがさーって話すのが好きなぐらいで。そうなんでしょうね。はい。わかります。はい。なんか、プチクリ、外交もクリエイター、まあ、なんか、とも言えなくもないみたいな。何か作るだけじゃなくて、そういう企画。はい。はい。相手との会話の中から何かを見つけていくみたいな話ですよね。今それができてないなとは思ってます。はい。性格論を使った何かのフォーマットがあれば、読んでもらいやすいのかな。まあ、カーシーは今取り扱ってる人少ないですもんね。はい。動画でも。はい。で、まあ、フォーマットを作るっていうよりはですよね。二等兵が得意なのは、これ面白いものありますよって。要は、それがフロントじゃないですか。はい。バックドアが必要ってことですね。そうです。そこをまあ作る必要はありますけど。それ得意じゃないって言われてるんですよ、ね。そこよりもこっち。そう、そうだと結局、はい、僕はこれを5年今やってて、はい。本当はなんか大きくなるはずだったんですけどね。山田礼一さんとこみたいに。はいはい。初体となって。はい。なかなか遠いですね。いつかなるんですけどね。はい。で、これ引き寄せたんですけどね。引き寄せなんですけどね、はい、これは。プリキュアとかのキャラのタイプ云々は、ネット上だと他でやってるサイトとかあるし、あるんですね。そこは。そこまでということです。ああ、そうですね、うん。何が好きか。何が本物か。分析が好きなわけじゃないって話ですもんね。分析が好きなわけじゃないです。はい、このタイプ、このキャラはどのタイプだっていう分析が好きなわけじゃない。人が集まってくれば好きになりますけど、はい、集まらないなら好きじゃないです。それはこう、人との関わりが好きなわけじゃないですか。突き進めるとそこなんでしょうね。はい。はい。だからいろんなことを話しながら、交渉していく、外交していく、仲良くなっていくみたいなのが好きって話ですよね。はい。はい。ちょっと足を動かしながら、はい。考えます。すいません、なんか暗くなっちゃって。ありがとうございました。はい。ごきげんよう。